っちゃんです。もう11時前やねんけども、ちょっと緊急動画です。はい、ディスコードをつないでいただいてる人数人いてるんですけども、その中に、変なのが紛れ込んでます。ディスコードをつないでくれて、あっちゃんグループで会話を楽しんでくれるのも結構です。で、そこで自由に話してくれても結構です。でも個人的に変なことを言ってくる人が現れているようなので、お気をつけてください。で、ディスコードっていうのは、なんていうのかな、こう閉鎖された空間です。で、周りから見えない空間になっているんで、その中で表に言えない恥ずかしい発言をしたり、みんなが仲間やと思って、ちょっとね、こう調子に乗ってっていうか、暴露してしまったこと、すべて表に出る可能性がある。裏切り者は世の中いてます。だから気をつけてください。誰を裏切り者って言って特定するんではなく、そういう人が紛れ込んでくる。これよくあること。以前に LINE のグループでやってても、これあっちゃんねるで一度も経験してるんだけど、それだけじゃなくね、やっぱりそのママグループであったり、学校のグループであったり、友達やと思ってやってたり、グループでやる。だいたい人間3人集まると揉めるっていうんだけどもね、そういうことがあるんで、その中でもやっぱり誰かに見られて困ることを裏で言う人もいてる。だから誰かそこを疑ったり、そういうことしても余計に疑心暗鬼になったりして人を疑ってしまうことになるんで、あっちゃんからの注意点として、ディスコードはライブの時にあっちゃんと会話するためのツールやと思って入れたんで、それをまたね、後で楽しんで、それこで楽しんでもらう分にはいいんです。いいねんけども、各自個人で自己判断で自己責任でやってください。で、基本あっちゃんはライブの時のツールとして使ってるんで、普段あんまり入ることはしない。で、あまり揉めてたらそこにあっちゃんと介入することがあったりするけども、あまり揉め事を起こさないように。起こすとそのグループもなくなる可能性も出てくるし、個人的に、みんなの声を聞ける、 声でやれるっていうライブができなくなってしまいます。だからその辺注意してやってください。で、あともう一つ注意点は、個人的なメッセージのやり取りを禁止とまでは言わへんけども、もし送ってきてもスルーするか無視する、またはブロックするっていうのも手があるので、ブロックできんのかな、分からへんねんけど、そうやってあんま変なん来たら無視してください。で、また変なコメントとか変なこと言われたってなったら、逐一あっちゃんにご連絡ください。あっちゃんもその辺対応していきます。で、やっぱりね、グループの中で喋ってみんなで仲良くするのすごくいいことやねんけども、あまり外とね、離れた閉鎖的空間で話するとね、あんまりよろしくないこともあったりするしね。今はね楽しくやっててもいいんだけど、いつかそこの中で外に言えへんことをこっそり言ったりとかする人も出てくるんでね、あんまりそういう使い方はしない方がいいんじゃないのかなと。これちょっとここキンキンでディスコードの中の内容をいろんなところに明かしたりとかで、直接連絡をしてきて変なことを言う人が出てきてるっていう、ね、報告があったんで、ちょっと注意点として、その人何人かでね、その共有してて話は回ってるみたいだけど、全員には伝わってないで、ディスコードやってる人は注意してください。ディスコードあっちゃんねるのディスコード入ってくれてる人はあっちゃんの動画見てくれてるってあっちゃんは信じてるんで、よろしくお願いします。で、あっちゃんのディスコードだけじゃなくね、これ他の視聴者さんもみんなやねんけども、 LINE とかそういうね、 Discord とかそういうグループって入らざるを得ない場合がある。学校の連絡網とか、ね、子供のクラブの連絡網、あと、ママ友とかね、ちょっと仕事でとかね、取引先でっていろんな Discord の裏ところがある。そこでそういうことをしてしまうと必ずどっかに漏れてしまいます。取引先とやってるディスコードの中でね、そのどこどこの会社の悪口言ったりとかでも全部バレてしまって、結局自分が首絞まったりするんでね、自分守るためにも、個人的なやり取りとか閉鎖的な空間で周り他のね、公で言えない、公っていうかね、のかな、世界配信のコメント欄でやれない言えないことを裏でやって、誰が誰がどうとか、そういう話もやめましょう。今のところあっちゃんのディスコードそれはないねんけどもね、そういうことをすると必ず自分に
ね回ってくる、嫌なことが起こるんでね、うん、だから楽しく使ってもらう分にはいいねけど、そういう使い方やめてください。で、他のね LINE とかグループチャットとかやってる人もいてると思うんだけど、他のところでもねいろいろ最近ちょっとこんなことあってんちゅう話も聞いたりね、それでね揉めたり困ったことになったりとかもあるんでね、うん、で事件に発展してることもちょっとあるんでね、ちょっとちらっと聞いて、うん、それも怖い話でね、うん、まあ、これもねまた、うん、いつが話するかわからんけどね、ちょっと事件に発展しそうな感じになって、ちょっと危険なこともあったりするんで、グループ通話っていうのは本当危険なんでね、それも分かった上で楽しんでください。で特にあっちゃんのディスコード、ちょっと今日ね数件変な報告があったんで、気をつける意味も込めて個人的なやり取りをやめましょう。もしそれがやったらグループの中でやってください。あっちゃんも見えれるところでね、で、各自でやると必ず変なことになったりするんで、その辺よろしくお願いします。そうやって、楽しんでもらえるのがいいんでね、変なやつはねどうしても出てくるけどもね、そういうやつは必ず尻尾を出すし、必ず行き場がなくなってくる。だから今あっちゃん結構ゆるゆるでやってるんで、行き場がなくなってもあっちゃんのとこ来たら暴れられるでしょうみたいなやってるやつもおると思うんでね、いずれきっちりそこはあっちゃんは締めていく、落とし前つけたら月もでもおるんでね、まあまあ今はまあね泳がしとる状態やねんけどもね、あまあ見とったら痛い目に遭うぞっていうのも分からさんとあかんしね、まあ、そのためにもちょっとあっちゃんはいろいろ泳がして見てるところもあるんで、ある程度ちょっと危険な場合もあるんで、ここでその辺気をつけて楽しくやってみてください。仲良くなった人と個人的にやり取りするのは全然 OK なんで、そこはもう任せします。ということでした。では、また。